はい、コロンです。妖怪ウォッチプニプニやっていきたいと思います。さあ皆さん、イベント攻略の方はいかがでしょうか。今日はですね、次のイベントのね話をしていきたいなと思います。内容についてはリーク情報を元にしたコナンの予想になります。予想なので外れたらごめんなさい。皆さんの予想もですね、ぜひともコメント欄で教えてほしいなと思います。イベント予告来たよね。これむちゃむちゃね興味あるんですよ。さあ、いつものようにねちょっと画面ブラックアウトしていて見にくいんですけども、水星のプレデター、妖怪を退けたケータとアスタチ、しかし次なる刺客である火星のプレデター、妖怪によってケマモト村が火の海に、ということで次のテーマは火星ということで、あれです、新シリーズね、早くも続編始まりました。妖怪ウォッチは銀河がテーマということで新シリーズ始まったよね。前回はですね、渚での家族旅行を楽しむケータたち、そんな平和な日常から一転、大きな音が辺りに轟く。音がした方向へ向かうと UFO のような物体が地面にめり込んでいたということで、前回ありましたデス・マーキュリー編ということでありました。姿を現したのは未確認族と強力な力を持つプレデター妖怪であった。未確認族たちが企てる地球滅亡計画を阻止するため、ケータたちは地球の精霊アスと謎の少女ミカと共に立ち向かうことに。地球の運命をかけた銀河の戦いが今ここに始まるということで、壮大なストーリーがね始まったわけですよ。そしてこのミカリン可愛いよね。また今回も出てくるのか。今回のアプリの更新での妖怪大辞典の追加は9体でした。ちょっとチェックしていきましょうか。ランク UZ が3体、ん、ちょっと待ってよ。そしてトリプルゼータが3体、ダブルゼータが2体、ランク Z が1体ということで、もう Z まで SSS ランクとかね、 SS ランクどこ行ったみたいな感じがありますけども、ちょっと詳しくチェックしていきたいなと思います。火星のアス、ランク UZ のイサマシ族、必殺技はタップでデカプに単体攻撃、そしてスキル1はデカプニを消すとそのデカプニが降ってくる、スキル2は自身の技ゲージが溜まった状態でスタート。このキャラはですね、ほんとおすすめですよ。タップ消しとデカプに降ってくる、そして技ゲージが溜まった状態でスタート、さらにランク UZ の特攻モリモリ、これは通るしかないっしょ。最近爆死続きなんでちょっとガチャがね心配ですけども、そんなビビってらんねえぜ。デス・マーズ、ランク UZ のイサマシ族、必殺技は攻撃力アッププラスデカプニを作る。最近なんかバフ多いよね。スキル1は自身の妖怪プニをつなげると普段より大きくなる、スキル2は自分のデカプニを消すと自分以外の妖怪の技ゲージがたまる、そして特殊能力は獲得 Y ポイントアップ、そして今回の強敵、封印強敵枠はこのデス・マーズじゃないかなと僕はね予想しています。火星のイザナミ、トリプルゼータのニョロロン族、必殺技は全消し単体攻撃プラスボーナス玉を作る、スキル1は自身の妖怪プニがつながりやすくなるということで、これは欲しい。前回のミカリンに次ぐイザナミ、ちょっとセクシーっぽい夏を意識したね感じで、もうすっかりね夏ですから、これはちょっとねマジで欲しい、欲しいキャラばっかり。火星の野行、トリプルゼータのウースラー影族、必殺技は全消し単体攻撃プラス HP 回復です、スキル1はダメージを受けた時に技ゲージがアップする、スキル2は自身の妖怪プニをつなげるとフィーバーゲージが溜まりやすいということで、イベント攻略のね特攻攻略の鍵となるねキャラかなと思います。クレクレパトラマーズ、ダブルゼータのプリチー族、必殺技は縦消し単体攻撃プラスボーナス玉を作る、スキル1は自身の妖怪プニがデカプニで降ってくる、必殺技を使った後に技ゲージが少し残る。クレクレパトラがマーズバージョンで来るなんて。火星の星流、ん？ちょっとネーミングセンスあるのか。ダブルゼータニョロロン族、
必殺技は全消し単体攻撃プラス3種類の妖怪プニを整理する。スキル1は自身の妖怪プニをつなげると普段より大きくなる。自身の妖怪プニがつながりやすくなる。まあダブルゼータなんだけどスキルが結構ね強力なんで、ここも押さえておきたいなと思います。超覚醒焼きおにぎりランク Z の勇ましぞく。必殺技は盾消し単体攻撃。スキル1はダメージを受けた時に技ゲージがアップする。まあこれはねおそらくね販売枠で来るかと思います。スターターパックね。焼きおにぎり食べたいよね。舞台はさあ皆さん、今回のイベントの舞台はどこだと思いますでしょうか。もうすでにですねイベント予告のところに書いてある通りそのままだと思います。ズバリ獣元村がフューチャーされる。燃え盛る獣元村、燃え盛る山道、溶岩の洞窟、そして溶岩の洞窟最深部へと続いていくということで、ストーリーちょっとこれ楽しみなんじゃないの。そしてですねイベント形式はやっぱり一番気になるのがね、次のイベントがどんなイベントで来るのか。まあイベント予告のね画像を見た限りちょっとねよくわかんないんですけども、まあイベントローテーション的にはですねこれが来るんじゃないかと僕は思ってます。気まぐれゲート。イベントマップのステージをクリアするとたまに気まぐれゲートが開くよ。今までねスタミナ系のイベント、おはじき、プニットショットときたんで、次は気まぐれゲート入れてくるんじゃないの。ゲートなんですけども、今回火星燃え盛るということで、油風呂の間、ご褒美の間レア、灼熱の間レア、超ご褒美の間レア。ん？今回ご褒美がパワーアップしてくるんじゃないかということで、これはね期待していいんじゃないかと思います。まあ、できればね獲得ワイポイントを増やしてほしい。まあそんな風に思いますけども、灼熱の間レアの HP なんですけども、まあ前回のね HP をまあ踏襲して少し上がった形で来るのかなと思います。そしてプレイ条件があって攻撃力アップ無効ということで、ここをいかに攻略して封印強敵につなげていくか、このあたりがねポイントになってくるのかなと思います。そして裏マップのね前座の強敵なんですけども、 1-1 アツガルル。やっぱりこの灼熱夏といったらアツガルル、そしてダブルゼータ縛り、そして反撃技効果無効と、 1-2 が火星の清流、銀河ウォッチキャラ縛り。まあ、このあたりはね難しい。最近ででも裏マップね比較的特攻なしでも倒せるようにはなってきてはいるんですけども、銀河ウォッチのキャラ縛りやめてくれ、まだキャラが全然いねえっちゅうにね。くれくれパトラマーズ、こちら 1-3 で登場と、もうこのあたりからね倒すのがね難しくなってくる。そして 1-4 が火星の野行、このパワーダウン縛りやめてほしい。そして最後に待ち受けるのが裏マップ封印バトル、デスマーズ来るんじゃないでしょうか。銀河ウォッチキャラ以外のパワーダウン、まあ、いつものやつですよ。そして必殺技効果無効反撃ということで、モリモリで来るのかなと思います。なので封印してバトルしていくわけなんですけども、まあ封印条件はですね、まあ、最近ずっと一緒なので今までとね同じ6個あって、まあ順番に封印していく。で鍵となるポイントがですね、まあ5個目6個目とあって、気まぐれゲートの間をクリアするレベルによってですね封印していく、まあそんなスタイルで来るんじゃないのかなと思います。そしてですね気になる課金要素なんですけども、まあ気まぐれゲートなのでおなじみの漢方ということで、足りねえぜ買ってくれよということで、まあ、160円で買っていくスタイルになるんじゃないかなと思います。そしてですねイベントはまだまだあります。そうなんです、次のイベント6月ということで、7月も近づいてきました。
毎年恒例のですね、天の川超にゃんぼがね、今年も来るんじゃないかと思ってます。これはね、期待していいんじゃないでしょうか。まあ今までですね、織姫月読み、織姫夏読みと来ましたけども、このにゃんぼキャラはですね、必殺技とかね、スキルも非常にぶっ壊れなんですけども、キャラとしてもね、魅力なんですよ。最近女の子キャラのちょっと露出度アップした水着バージョンがね、来ることが多いので、ちょっとした楽しみとしてね、このあたりも狙っていくのはね、ありかなと思います。さあ皆様ですね、次のイベント、どんなイベントが来ると思いますでしょうか。コメント欄で教えてくださいと言いつつも、もう予告来ちゃってるけどね、週末ね、この土曜日スタート、日曜日スタート、ちょっといいよね。We'll be right back.